眼科医の平松です。今日は、いただいた質問にお答えしようと思います。虹みたいに見えるんですけど、これってどんな感じなのっていうのをお答えしようと思います。平松先生、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。とあることがきっかけで虹に見える症状に拘置症の医師ですねを知りましたと。眼精疲労が原因だったり緑内障が潜んでいるかもということが書かれていますが、ぜひお話していただけると幸いですと。でこれね、きちんとした研究やデータがあるわけではないんで、あくまで所感、私の感想だと思ってください。虹みたいに見えるものはいろんな原因があって、原因は不明です。基本的にはただ確かに緑内障の初期でそれを感じる方もいます。はたまた目が疲れすぎてそうなるとか、大して疲れてないけどなるとか、もう何も私健康なんだけどなるって人も結構います。じゃあそういう時どうすればいいかっていうと、一応一回眼科でチェックしてみてください。で、異常がないか。で、頭痛が出る場合は、もうこの症状じゃなくて、片頭痛とかそっちの方になるので、脳の方のチェックになるっていうふうに思っていただければ幸いです。今日は、虹のように見える症状、これについてどうだったでしょうかというお答えしました。疑問、質問ありましたらコメント欄に書いてください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。